でも流動色っぽいのは出なかったですか？あ、出なかったです。もうほとんど真っ白っぽい。来るまでサポートして。3900。じゃあ流動色。もう一回測りますか？いや、もう二回目は早いです。はい、で、薬は飲んでないですよね。はい。はい、持ってみえたかな。持ってきました。はい、ありがとうございます。だから、それにプラス、メリキュアとか、アソキュアとか。はい。あ、ご飯も持ってきてもらった。80g ぐらい。はい。はい、じゃあ、ガラス君これ。うん、まあ、お家ですよ、できてるのか、私も使ってます。1g、1g、1個とない。それにプラス、あの自助券、うん、で、50にして、はい、で、50のうち、最初の10か20に薬入れて、50食べれるかどうかわかんないからさ、うん、昨日45食べたんで、はい、先に吐き気止めの処置して、はい、聞いてきてからやりますので、はい、あ、よかったね、でも吐かんかっただけ。で、様子はどう？おしっこって結構たくさん出ました。出ました。あ、よかった、はい、とにかく、ね、おしっこが出んことにはね、下がりませんわ、あの高い数字は。あ、水を飲んでるからか、結構、うん、だから、吐かん程度に飲んでほしいんだよね、はい、だから、50でも吐いちゃうんだったら、40にしとくとかね。多分さ、吐くと、飲んだ以上に 出ちゃいません？あ、そうかもしれないですね。難しいところなんですよね。あれにします。頑張ってね。昨日よりちょっと今日の方が目力はちゃんと。で、口に自分から口にするのはさ、はい、お水だけですかね。いや、ささみ。食べました。ええ。あ、お皿に入れといたら食べてましたし、なんかやっぱ食欲はちょっとあるみたいなんですよ。じゃあ食べたのはささみと、はい、ささみとあとなんかちょっとあの低脂肪のジャーキーみたいな、ちょっとジャーキーか。ささみは、はい、ささみ後は入ってないよね、はい、あ、それとうんちは一回あの昨日やりました。はい、形どうですか？形は柔らかいけど形はある。あ、柔らかいけど形がある。はい、オッケー。ではまあささみと元気はじゃあどれぐらい？うん、まあ昨日70ぐらい。まあ70。はい、まあ、でうんちがまあ犬からですと大体でいいですよ。どれぐらい入れました？これぐらいですかね。2cm×2cm×8cm ぐらい。で、おしっこは結構出てるやつ、はい、でも、応答は結局何回あったんですか？1、2、3回です。はい、ね、はい、で、今の体重が3900。はい、了解です。じゃあ、カゴを置いてください。はい、で、また夕方、はい、なるべく遅い方がいいですね。あ、そうですか。はい、2、3週ぐらいいいんだけど。はい、じゃあよろしくお願いします。